俳優の吉高由里子さんが、真宙、後の紫式部、役で主演する NHK 大河ドラマ、光る君への第43回輝きの後に、が、11月10日に放送された。写真特集、親子の失恋にまつわる会話にほっこり、光る君へ、第43回の場面カット。同回では、真宙、吉高さんは交代号、を、秋子、三上愛さんに仕えながら、 源氏物語の執筆を続ける中、越後から帰郷した父・ため時、岸谷五郎さんと再会。さらに娘・剣士・南沙羅さんから恋愛の相談をされてと展開した。紀子がほのかに思いを寄せる武者の宗樹丸・伊藤健太郎さんは、来年、太宰府へ行くと紀子に告げる。私も一緒に行くという紀子に宗樹丸は、女は足手まといだと一生に付し。 連れて行く気はないときっぱり妹